ブラウブリッツ秋田の加古井健太郎です。明日誕生日です。それではキックオフ秋田スタートです。こんにちは、 AAB 新人アナウンサーの中島千穂です。今週のキックオフ秋田はブラウブリッツ秋田のゴールマウスを守るあの人に直撃、教えて推しメン。秋田のホームスタジアムでサポーターに聞きました。あなたのお気に入りの選手は、教えて推しメン。藤山選手ですね。今年は青木選手に。加古井健太郎選手が、加古井選手かな、かっこいいじゃないですか。はい、名前がっすよね。名前でいじってるだけですよ、それ。明日が32歳の誕生日、かっこいい加古井健太郎選手。その特徴は190センチの長身を生かしたハイボールやクロスボールへの対応力。ここまでの10試合で失点後はリーグ2番目に少なく、好調のチームを支えています。ここ3年ボッコボコにされてきたんで、こういう感じが久々というか、他の選手はちょっとなってた選手もいたっぽいんですけど、僕は楽しかったですね。加古井選手にサポーターが聞きたいことは、加古井選手が秋田に来て食べたもので一番美味しかったものを知りたいです。美味しいなと思ったもの、でもお米美味しいっすよね。でホテル暮らしの時は秋田小町となんかもう一個あったんですよ、種類。サキホコレ。あ、多分そうっす。その食べ比べみたいな食べて、両方美味しいなと思いながら食べてました。好きな食べ物。お寿司。苦手な食べ物。ないです。おにぎりの具といえば。梅干し。食べ物といえば、加古井選手は徹底した食事の管理をしていて、奥さんのサポートも受けながら牛肉や卵など産地にこだわり取り寄せたものを食べているそうです。練習や試合中の水も一人だけ違うものを飲んでいるのだとか。水は本当にこだわった方がいいなと思ってます。体とほぼ同じ成分の水なんで、頭が一番変わりましたね。集中力というか、サッカーに没頭していく時間が長くなったな。熊本県大津高校出身、多くの J リーガーを輩出する強豪校にあって、サッカー以外にも頑張っていたことが。勉強も好きではなかったですけど、ただ僕はそれを必要なことというか好きに変えるために、テストがあったら逆算して取り組んでいくじゃないですか。だからそういう積み上げをやるっていう習慣は何をするにおいてもとても大事だなと思うんで、みんな成績良かったですし、サッカー上手い選手は。高校の同期、カタールワールドカップ代表の谷口彰悟選手とともに特進クラスで学ぶなど文武両道。だからサッカーだけっていうよりは、いろんなことにトライして脳を成長させることは大切かなと思います。好きな曲。ケツメイシさんの曲はほぼほぼ全部好きですね。好きとか、まあ、今の自分はこれやなっていう、出会いは成長のためっていう歌があるんですけど、人といろんな人がいるけど、こう出会ったことで自分が成長していったみたいな歌なんで、あと大学生の時聴いてたような曲なんですけど、戻ってやっぱいいなと思って聴いてます。これまでの人生、これからも生きて出会う人がこれを変えるだろう。次あなたのおばさんにその人がこれをまた成長させるだろう。今週の推しメン、加古井選手は30歳を超えてもなお自らの成長のために24時間を捧げるアスリートだったのです。最後に聞きました、秋田に来て一番嬉しかったことは。嬉しかったことですか。いや、もうこういう人間性の人たちと仕事ができるのは本当に嬉しいです。毎日こう遠足前の少年ぐらいワクワクして寝て、朝もワクワクしながら来てるんで、どんな時もリーダーシップを発揮してゴール前でどっしり構えてるところを見てほしいなと思います。続いては16日に行われた大宮とのホームゲームを振り返ります。今シーズン初の逆転勝利、しびれました。
試合後の吉田語録にも注目です。14位大宮アルディージャをホームに迎えた一戦は、前半リスタートからの素早い展開を止められず、大宮に先制を許します。しかし風上に立った後半16分でした。水谷の精度の高いキックが相手のオウンゴールを誘い、同点に追いつきます。そして後半39分、囲いのゴールキックは風にも乗り一気に前線へ。途中出場の青木のパスを受けた諸岡、いい位置にトラップできたので落ち着いて打てたというシュートは諸岡にとって J2 リーグ初ゴール。ブラウブリッツ秋田は今シーズン初の複数得点、そして初の逆転勝利です。後半風を味方に、圧力をかける逆転勝利は信じ合わなければ絶対にできない。最後まで走り切った選手は本当に素晴らしかったと思います。チーム、サポーター全員が信じ抜いた先の逆転勝利、私も思わずガッツポーズしました。次は今年初めてプロサッカー選手が誕生したサッカースクールを取材しました。ブラウブリッツ秋田は県内におけるサッカーの普及やプロの指導者による子どもたちのレベルアップの一助になることを目的に2010年にサッカースクールを設立しました。現在は秋田市、由利本荘市、三ヶ穂市、能代市、大仙市、大館市で年中から小学6年までおよそ270人が通っています。我々は少しと違って塾なので、他のスポーツ少年団にも入りながらその練習がない日にブラウブリッツ秋田サッカースクールに通っている生徒が多くいます。来た時に何かこう一つでもこれができるようになったって帰ってもらいたいなっていうのがあるので、その週だったり月ごとにテーマを決めて、初心者の方から経験者までいるので、その子にレベルに合わせて2人コーチがいるのでうまくサポートしながら指導に当たっているというような形です。 J リーグクラブであるブラウブリッツ秋田が設立したサッカースクールとして大事にしていることがあります。ケンさんとかが大事にした礼儀正しさとか、挨拶をきちっとしましょうとか、荷物きちっとしまってとか、サッカーのところでもやるときはメリハリつけてひたむきに頑張ってやるってところは小学生からでもできる部分なので大事にしている部分になってるかなと思います。今年このサッカースクール出身者で初めてプロの J リーガーが誕生しました。背番号45番ミッドフィールダー鈴木日向瀬。ブラウリッツ秋田高卒ルーキーの鈴木日向瀬選手です。ちっちゃい頃からよく試合を見に来てて、でそれでその実際のサッカースクールがあるということでお母さんに相談してやりたいなということでやりました。子どもたちにとっても今までは憧れだったところから自分たちと同じところでサッカーしてた選手がプロになったんだっていうところで目標に変わっていったんじゃないかなというのがあるので、子どもたちも夢に向かってスクールに通っています。相手をかわしてシュートを決めて点を取るという選手になりたいです。ゴールとか入れば盛り上がるし、あといい試合とかやれれば嬉しいなと思いました。川崎フロンターレに入りたいです。相手をたくさん抜いてたくさんシュートを決めるプレイヤーになりたいです。ブラブリッツのチームの選手になりたいです。将来のサッカー選手になりたいとかっていう夢を叶えてもらえる場所になれればいいなというのはあるので、一人でも多くの方にサッカーの魅力を伝えてより上手くなれるようなサポートをスタッフ全員で頑張っていきたいなとは思います。ブラウブリッツ秋田サッカースクールにはセレクションなどはありません。詳しくはブラウブリッツ秋田スポーツネットワークで検索してください。16日に秋田市で行われた天皇杯の秋田県代表決定戦、ノースアジア大学が TDK 神話会を4-1で下し、2年連続2回目の本選出場を勝ち取りました。
ノースアジア大学は来月20日に福島市で福島県代表との1回戦に挑みます。J リーグ30周年を記念して来月7日に秋田市のソユースタジアムで行われるブラウブリッツ秋田のホームゲーム栃木 SC 戦に1500組3000人をご招待。25日午後11時59分まで J リーグの特設サイトから応募できます。申し込みは J リーグ招待で検索してください。ゴールデンウィークは J リーグへ遊びに行こう。ブラウブリッツ秋田はこの後2時からビファーレン長崎とアウェーで対戦します。連勝を目指して頑張ってください。キックオフ秋田、また来週。